ご機嫌様です。断捨離の山下秀子です。小林芙美子、断捨離チーフトレーナーをゲストにお招きしております。もう一つね、その具体的な内容にね、お伺いする前に、ご自身はその、まあ、片付けられるようになりました。まあ、その片付けられる、られないってこと自体も別に、能力を無視してるわけではないから、そういう方は適当ではないんだけど、まあ、そういうふうに変わって、そのトレーナーになってからとの人生ってどんな感想を持ちになったのかな、ですね。片付けられない時は、自分を責めるというか、ダメな人間だと思ってますよね。なんか、勉強してきたのに。学校も行って。そう、ちゃんと大学までね。そう、就職して。仕事もちゃんとやってきたのに。なのに、なんでしょう、このダメダメ感はっていう。誰からも言われるわけではないんですけども、自分で自分をそう評価してるんでしょうね。たかが片付けなのに、それさえもできない。片付けすらできないっていうね。そうですね。さえとすらを行ったり来たりしてたか。なんで、意識はしてなかったんですけど、おそらくずっとそんな思いがあったんだと思います。で、そこが、クリアできてね。できると、私はすごいんだとかいうことではなく、その、多分毎日の見えない、なんて言うんでしょう、ストレスですよね。自分を責めるみたいなのがないので、一番ね、実感の言葉としては楽です。楽ですね。もちろんその片付けがすぐ終わるとか、掃除機が簡単にかけられるとかって楽もあるんですけども、気持ちの上で。気持ちが楽ね。はい、そうなんですね。私もね、50歳から楽になるっていうね、本も書かせてもらってるんだけど、やっぱりね、断捨離、に出会うっていうかな、のが、そういう、人生の、なんか、これからの人生どうなるんだろうって、バックという思いが湧いてくる、ね、本当に50代になるかならないかのところなんですよね。そこで断捨離をご縁あって掴んでくださった方が必ずね、やっぱり楽になるんですよね。はい、で、楽になったら、今度60代ではね、面白くなるわけだからね、これからだよね、面白い人生はね、さらに。はい、でも、この50代になって断捨離を通して、どうですか？人生にどんな変化があったのかな？どんな変化？トレーナーという仕事をしているというのはもう、大変化か。はい、想定外ですよね。で、人様にお伝えする立場にあるってこともびっくりだし、私はとにかくお写真とか、動画とかもありえないぐらい、見られることに対して、とても苦手意識がずっとあったので、こういう場にいるとか、例えばテレビに出させていただくとかは、本当にもう、なんでしょうね。ありえない？想像を超えた世界だったわけだよね。もちろん、お仕事なので、たくさんの方に知っていただいて、と思うんだけども、何も、テレビじゃなくてもとかね、思うのですが、秀子さんいつもおっしゃる、自分の思うところとは違うところから、希望することがやってくるっていうんですか？まあね、だから、思いが叶うんじゃなくてね、思いがけないことが来ちゃったみたいな。それで、あれなんて言って、やってるうちに、なんかそこに、馴染んでいく。で、馴染んでいくと、また、こう来るわけ今度はみたいなね、その繰り返しですよね。だからなんか、言い方を、言うと、なんかめくるめく感じ、ページをめくったらこんな世界だったみたいな。そんな展開ですよね、ね、私自身もね。ですね。それが一番ですね。あとは、断捨離をしてもちろん家の片付けもそうなんですけども、私は、近い関係の人間関係の捉え方に大きな変化があって、それは子供と母親なんですね。そうおっしゃってたね。お母さん、実家にいたくないから、ね、一生懸命勉強して、ね、実家を出るために、大学選んだっておっしゃってましたもんね。母も片付けが苦手だったので、でも今思えばね、今だからわかるんですけども、若くして、商売をやってる店に嫁いで、もう一日中仕事もして、家事もしてっていうことだったので、本当に私だったらできなかっただろうなっていうことをやっていたので、
仕方ない部分もあったのかな。うん、でも子供として、うん、いや、この状態はっていうところだったので、うん、もうそれが嫌で早く家を出たかったっていうのは正直ありました。うんうん、けど、断捨離を知って、分かってから、その思いも伝えてですね、うんうん、でも、当時は分かんなかった、申し訳なかったっていうことを母に伝えることができたので、うん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 、よかったなと思っています。うん、そこで、なんか、一応の和解というかな、はい、その和解っていうのは、お母さんと和解ということもさることながら、自分のね、その思いとの和解ができた。それは大きいですよね。ただ、恨みだけとか、文句だけ言うっていうのではなくて、母の事情もきっとこうだったんだろうな、本当のところはわかんないんですけど、と、まあ、自分で納得できたっていうんでしょうかね。っていうのが、まあ、一つ大きなことがあったのと、それと、上の子供、一人目の子供ってやっぱり初めてなので、もういつまで経っても初心者なんですね。うん、初めての小学生、初めての中学生ってことで。で、かなり今思えば、良かれと思ってというのがつくんですけども、私の思う子供であってほしいという期待をものすごくかけてたんだなってことが分かりました。本当に申し訳なかったなと思って。で、それが、本当に手遅れになるかもしれないぐらいのギリギリだったんですけども、うん、息子がその、拒否反応を出してくれたので、うん、示してくれたので、うん、そこで気がついて、うん、でもそれは実はトレーナーになった後だったんですけども、物の片付け、まあ自分の心の片付け、でもその先の子供に対してどんな風な期待をかけてるかとかまではまだ、うん、なんでしょうね、自分の思いを分かってなかったんですね。うん、DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。